今回はゲーミングダックと呼ばれるフォシオーディオ K5 Pro を紹介していきますよ。これは USB ダックとヘッドホンアンプを兼ね備えたコンパクトなデバイスなんですけど、 PC にヘッドホン直出ししているんだったらそれよりもクリアな音になるぜっていうものです。簡単に言うとだけどね、値段が安い割にはアルミ素材で、作りは無骨な見た目なんだけどすごくしっかりしてるし、ほどほどの重さもあるのでノブを回すときに勝手に動くようなことも少ないです。まあポケットサイズっていうにはちょっと大きい気もするけど、ノートパソコンで外出するときとかに音もする分にはね申し分ないくらい小さいので、バックパックに突っ込んでおけます。これがゲーミングダックとされる理由はヘッドホンとマイク入力が分かれていることにあります。クロストークっていうね、自分に聞こえる音と相手に伝わるマイク音がこう混ざるような現象があるんですけど、それを排除しています。スプリットケーブルは付属しているので、ヘッドセットをこれ経由でつなげば OK で、もう一つ面白いのはノブが3つあって、そのうち左の2つが EQ な部分、左が低音のベースで右が高音のトレブル。12時方向が0で、左に回すとマイナス方向、右に回すとプラス方向に動きます。すごい直感的かつ簡単に音質の調整ができるんで、細かい EQ がねちょっと苦手っていう方でも感覚的に使えると思います。ノブが2つしかないのも分かりやすくていいしね。ただしベースやトレブルを回すとちょっとね中音にも影響があるっぽいので、思いっきり極端に調節するとボーカルがねこもり気味になるので注意かなと思います。一番右はボリュームノブ、長押し2秒で電源のオフオンができます。で、左2つのノブなんですけど、さっきね12時方向が0だって言いましたけど、真ん中部分で一度カチッと引っかかりがあるんですよ。で、ノブの方にも線があるんですけど、これがねまっすぐ上を刺さないっていう微妙な部分があります。ただ自分の場合ノブを1回力で引き抜いてからまっすぐ上になるように調節してみたら、まあ許容範囲にはなったかなと思います。後ろ側はこんな感じ、左が USB-C でパソコンとつなげて電源供給とデータ転送を行います。右が光デジタル入力、コアキシャル入力、RCA 出力となっています。スピーカーにつなげちゃうこともできるんですね。これ私の場合は光デジタル使い道あるかなと思ったんですけど、プレステ5でね光デジタルなくなってたので積みました。なんで基本的にはパソコンに接続してヘッドセット挿すだけで使ってるって感じです。で、マイクなんですけど、これね私のパソコンの問題かと思うんですけど、マザーボードにね4極を直出しするとマイクの音が小さすぎて音を全然拾ってくれないんですよ。で、無理やり上げるとノイズがすごい入ってくるっていうね。で、この K5 Pro を経由してヘッドセットのマイクで喋ってみたらかなり大きくてクリアに聞こえたので、すごくいいなと思いました。マイクの音が直出しだとちっちゃいなと思ってる人に向けてもすごくいいデバイスだと思います。で、ドライバーレスなんで余計なソフトウェア入れなくていいのが個人的には好きです。その分細かい調節とかできないっていう話もあるんですけど、たまにねまともに動かないソフトとかあったりするんで、ない方がいいパターンもあるわけです。音質的には特にね何らの味付けがあるというわけには感じませんけど、もしパソコンのねオンボードで聞いているんだったらアップグレードになると思います。クリアでねかなり大きい音量を出せるようになります。インピーダンスのサポート範囲は16オームから300オームとなっています。 USB-C1 本で大丈夫、他に電源必要ないっていうのはねいいですね。とにかく安いぜっていうのが強みではあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。